はい、以前ですね、3月かな、2021年3月だったと思うんですが、これですね、磁気研究所カセット国内生産2021年4月予定ということで、まあ、動画を出したんですけど、もう4月に入りましたね。まあ、10日前後経ってますけど、まあ、その後どうなったのかということですけども、なんかですね、ニュースリリースが出てるんですね。どれだったかな？これかな？令和3年3月吉日ということで、磁気研究所さんですね。カセットラボラトリー設置及び磁気圏カセットプロジェクトの件。プロジェクトの件らしいですけど、記録メディアの専門商社、株式会社磁気研究所は、日本国内ですね、カセット生産設備と技術の保全継承を目的とする、磁気圏カセットラボラトリー以下カセットラボを当社水戸流通物流センター内に設置したと。カセットラボはカセットテープの生産設備及び技術を継承維持するため必要最低限の生産を行ってまいります。必要最小限の生産を行ってまいりますと。まあ別にそのマクセルを倒してやると。そういうわけではないということですね。最小限の生産ですから。今後4月に品質検証を行い、ここですよ。5月以降に技術維持生産に入る予定ですと。いうことで、まあ、もうちょっと先になるということですね。はい。で、まあ、これとは別になんかこう、動画が上がってまして、ちょっとよくわからないんですけど、日本一のトータルオーディオカセットファクトリー。このことなのかな？アセンブリレコーディングラベリング出荷。まあ、私が考えてるのは、生テープですよね。まあ、電気屋さんとかアマゾンで、まあ、コンパクトカセットのテープ、まあ、UR とか UL とかありますけど、マクセルの。そういうものを国内生産するという認識なんですけど、まあ、それも含めて、なんかレコーディングとか、何ですかね。演歌のテープみたいなものもやるということなんですかね。まあ、例えば私はミュージシャンじゃないですけど、そのミュージシャンが、まあ、CD でも配信でもなく、まあ、カセットテープで出したいという時に、まあ、お願いするみたいなことも、まあ、技術継承としてやるということなんですかね。ちょっとよくわかんないんですけど。プロフェッショナル生産品質管理機器導入ということで、東京電化で使用していたオーディオカセットテープ生産設備を当社水戸工場にすべて移設と。生産に必要な専任プロフェッショナルエンジニアを採用して生産を開始と。この生産は、このオーディオカセットテープというのは一体何なんですかね。その音楽が入ってるやつなのか、入ってない、その電気屋さんに売ってるものなのか、どっちなんですかね。まあ両方なのか。まあとにかくこの東京電化、まあどのぐらいの会社かよくわかりませんが、そこの設備をまあ借りてきたのか、まあ買ったのかわかりませんけど、まあこう持ってきましたよと。
これまで国内で販売されてきたオーディオカセットテープの一歩先を行く品質のオーディオカセットテープの生産を目指すと、ノーマルオーディオ用テープ、プロオーディオテープを生産予定。まあここだけ見るとその何も入ってないテープのようにまあ聞こえますけどね。ノーマル、まあオーディオ用がハイポジかな、まあわかりませんけど、まあメタルはないでしょうけど、まあノーマルのいくつかのグレードとかメタルのいくつかのグレードとかそういうことですかね。すべて生産予定と。そして海外で認められたフランス、これ何でしょう、ミュランインダストリーズ社、米国ナショナルオーディオ製のパンケーキを使用することで、こう元の大きいテープですかね、高品質なオーディオ用テープとオンザテープで使用可能なプロオーディオ用テープの生産と。いうことで、まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、コメントで補足されるかどうかわかりませんけども、まあ、なんかちょっと気合が入ってそうだなという感じはちょっとしますけどね。はい。オーディオテープデュプリケーション、複製ということかな。デュプリケーションサービス。自社工場でミュージックテープの生産、小ロットから対応します。まあ、これは、まあ、その、ミュージシャンが依頼するとか、まあ、そういう感じのことなんでしょうね。小ロットから対応しますと。各種シェル、ケースを選択可能ですと。コンテンツのマスタリングも自社工場内で行いますだから、まあ、これは、その音源を持ち込むと、まあ、テープにして、まあ、こう、くれるということなんでしょうね。下に、まあ、機械がいろいろ映ってますけど、パンケーキ。これ、元のテープのことかな。フランス、米国、中国。でその隣にあるのが、まあ、これ、シェル P ケースですね。外側のカセットの、この外側の入れ物でしょうね。イタリア、香港、中国ということで、この右下のデザインはこれ何ですかね、どぎつい真っ赤っかの灼熱のデザインですけど、まあ、こういうものも選べるということですね。はい。オーディオカセットテープ完成品市販用、これ何を指してるのかちょっとよくわかんないんですけど、パンケーキ、アメリカ60分90分。品質が最高。最高です。メタルじゃないですけど、多分最高なんでしょう。タイプ、あ、書いてますね。タイプ2だからハイポジかな。ハイポジの最高がアメリカのパンケーキ。元のテープですかね。最高。その下、フランス60分90分。最高。タイプ1。ノーマルポジションでタイプ1、最高ということですね。はい。その下、中国、10分、20分、60分、90分。音楽、品質音楽。まあ、よくわかりませんが、まあ、ちょっと落ちるんでしょうね。真ん中ぐらい、タイプ1、ノーマルポジション。一番下、中国、10分、20分、60分、90分。会話。まあ、これはもう下の、一番下でしょうね。UL クラスかな。タイプ1ということで。アメリカ製パンケーキはナショナルオーディオ製を使用予定ですと書いてますね。はい。これは国産なんでしょうけど、企業向こうからテープを持ってきて日本でネジ止めしてるだけなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんなこと言うと怒られますね。
まあ、フランスがこの入ってるのはちょっと気になるんですけど、そんないいところがあるんですね。最高と書いてますから。アメリカ対フランス。そしてまあ中国は落ちるということですね。まあ、ダイソーの100円のあのピンク色のパッケージのレベルはちょっとやめてほしいですけど、それならダイソーで買います。はい。右側、市販用オーディオカセットテープは品質とタイプに応じて4種類ですね。を生産開始予定です。ハイポジが1で、ノーマルが3かな。フランス製の製品はフォックスブランドの製品となりますということで、このオレンジ色のやつがフォックスブランドかな。で、その下にあるのが、このもうハイディスクの、まあ、アマゾンでいうところでも5ミリレベルのテープになるんですかね、これ。カセットテープということで、まあ、これも引き続きやるということでしょう。はい。オーディオカセットテープ関連製品ということで、まあ、他にもいろいろやるみたいですね。製品名 C0 シェル。原産国イタリア、中国。まあ、側のことかな。で、そしてプラスチックケース。まあ、プラスチックケースはこのカセットを入れる、まあ、音じゃわかんないですけど、この外側の何ですかね、薄型ケースとかスリムケースとかありますけど、まあ、ああいうやつでしょうね。イタリア、香港、中国。まあ、外のケースはまあ、中国でもいいんですけど、端っこが鋭くなければいいです。オーディオカセットクリーナー、中国、湿式。まあ、ヘッドを掃除するやつですね。吸音スポンジ、中国。60cm×60cm。まあ、この防音ルームですかね。まあ、その部屋の壁に貼ったりするやつかな。オーディオカセットテープの生産で使用している各種部材の販売も行っておりますということで、まあ、そういうのもやるみたいですね。あれ出してほしいですね。こうヘッドクリーナーキットみたいなやつですね。ボトルが2本ついてて、ヘッドとキャプスタンとピンチローラーと、ティアックかどっかの赤い液となんか緑の液みたいな、あれをちょっと出してほしいかなと思いますけど、ここに載ってるカセットクリーナーは、あんまり取れないでしょうからね。カーステレオとかにはいいんでしょうけど。そしてまた別の動画がありまして、これですね。国内では非常に数少なくなったカセットテープの生産設備と技術の保全継承を目的とする、まあ、カセットラボを水戸物流センター内に設置したと。ニュースリリースですね。最小限の生産を行うと。4月に品質検証。今ですね。5月以降に技術維持生産と。いうことです。はい。当社はカセットラボの設置に合わせてミュージックカセットテープの受託制作からハイエンド向け音楽用普及型テープのそれぞれのセグメントをカバーする音楽用カセットテープに加えてカセット関連サプライ品までの販売を体系化した磁気圏カセットプロジェクトを6月ですね、めどに準備を進めておりますと。6月開始と。ハイエンド向けには最高安定品質で名高いフランス製完成品を取り扱います。高そうですね。高そうですね、これ。音楽用には材料を吟味した自社による国内生産を行うなど最適のプロダクトミックスで幅広い需要に応えてまいりますと。一番下が空いてるんですけど次ですね。ここですね。タイプ2の国内生産。材料確保のめどが立ち次第タイプ2ハイポジションの国内生産を計画していますと。いうことですけど、まあ先ほどあったように
まあ、テープはやっぱり海外なんですね。組み立てが日本ということなんでしょう。まあさすがにちょっとそのテープまで日本で作るとなると大変でしょうからね。ここですね。これはちょっと大きすぎるか。これで縮めて。これですね。再びカセットテープのブームが日欧米に到来していますと。本当かな？到来してないような気もしますけど、到来してるらしいです。はい。当社はこの動きに対応すべく、録音済みカセットテープ向けに活躍してきた生産設備及び技術を導入、再整備し、まあ、傷んだりしますからね。アジマス調整とかやるんでしょうか。また、カセットテープ専門エンジニアを招聘して、準備を進めておりますと。専門エンジニアを呼んできてるらしいですよ。まあ、私は呼ばれないでしょうけど。今後もカセットテープの生産技術の継承を通じて、カセットテープ文化全体に関わりながら積極的な事業展開を行ってまいりますということで、なんでこのカセットテープにすごいこのこだわりを持って今やるのかされるのか、まあここの社長さんがそのカセットテープ大好きなのかそれはちょっとよくわかりませんが、なんか気合入ってますね。気合入ってますね。そしてまあこのプロジェクトの件ですね。これは一緒かな？そうですね。材料確保のめどが立ち次第タイプ2ですから、ハイポジはちょっと、あれですね。日本ではもう今、ないですよね。ノーマルポジション。ばっかりですから、タイプ2のまあ一応国内品が手に入るというのは、まあ、ちょっと貴重かもしれませんけども、真ん中、カセットテープはかつては手軽に扱える主力の録音機材、資材として世界的に普及しましたが、フィリップスですね、オランダの。この間、そのオランダのフィリップスの技術者の人ですかね、カセットテープのこの企画を考えた人が、亡くなられたとかいうあの話がありましたけど、まあ世界的に普及したんだが、その後のデジタルオーディオ化の大きな波を受けて縮小を続け、最近ではマニア、皆さんのことですよ、まあ分かりませんけど、マニアと中高齢者層、まあおじいさん、皆さんのこと分かりません、それは分かりません、おじいさんかどうかは分かりませんが、中高齢者層が中心となって底支えする市場として存在していますと。まあ MD も消え、もう今や CD ももう消えますからね。もうダウンロード販売で、曲をもう買うような時代ですから、まあ、そのこうメディアというもの自体が物理的なメディアですよね。それを手にせずに、もうインターネットで曲を買う。まあ、さらに言うと、そのダウンロード販売自体も時代遅れで、もう月額費用を払って聴き放題が普通ですから、データ自体こっちにないという状況で、カセットテープを、支えてるのはマニアと、まあ、あとおじいちゃん、おばあちゃんだと。お稽古に使うと、演歌を聴くと、そして、詩吟を、まあ詩吟って何かよく分かりませんけども、そういうものの、おじいさんおばあさんが、まあ、10分テープを使うという程度だと、まあ音質なんか別にどうでもいいわと、わしはどうでもいいわと、ラジカセでいいわと、アジマスズレなんかどうでもいいわということですけど、この状況の中で柔らかで馴染みやすいアナログ録音の
音質特性が再認識されてきたことや、独自研究ですね。ウィキペディアでいうとこの出典がありません。はい。カセットを知らない世代、まあいるでしょうね。カセットを知らない世代にとっては真新しい印象を持って迎えられてきてません。来てませんよ。迎えられてません。はい。この自己研究、出展がありません。はい。また、インディーズを中心に録音済みカセットが発売されるなど、静かなブームが到来しているかどうかはわかりません。はい。当社はこの動きに対応すべく、去年10月、長年録音済みカセットテープに向けて、向けに活躍してきた生産設備及び技術を導入、再整備して、まあ、この技術者を呼んでですね、準備を進めているということです。はい。実験カセットテープラボラトリーの概要、水戸市ですね。はい。録音済み、録音用カセットテープの生産技術継承及び付帯生産ということで、まあ、録音済みもやるみたいですね。まあ、両方ともやるということです。はい。カセットテープ及び取材料の品質検査、機器もいろいろ入れてます。保有設備、デュプリケーター、マスター機1台、スレーブ4台、巻き込み機3台、梱包ライン一式、カセットテープ評価機器、周波数特性 SN 比、モル比、音響検査室、防音室があるみたいですね。あの動画が出てましたけど、スタジオ用大型スピーカー、メインアンプなどということで、やけに気合が入ってますね。はい。まあ、磁気圏らしからぬというとちょっと怒られそうですけども、まあ、そこがちょっと心配ですけどね。まあ、コメントもちょっといろいろ来てたんですけど、まあ、それもちょっと、読みますけど、まあ、ちょっと一旦全部消して、これでいいかな。で、前回のこの、カセット国内生産のところでちょっとコメントがね、いくつか来てたので、まあ、それもちょっと合わせて紹介しましょう。はい。荒木さん。まあ、前回のこの映像にあったカセットデッキですね。まあ、この磁気圏さんの、まあ、設備の中ですけど、1980年頃の約19万円の高級デッキ、中道、670ZX 周波数特性ノーマル 10Hz から 20kHz プラスマイナス 3dB のようですと。写真でわかる人がいるんですね。中道の当時19万円以上のデッキであれば、テープ個別の最大限の特性に合わせて録音設定できるので、ノーマルでもメタル並みの録音ができますということですね。20万ですよ。当時19万円以上。今ならいくらなんですかね。もちろん再生もできると。むしろクロームメタルでなくてもノーマルで CD 程度の音質は十分録音再生できるデッキですと。いうことで、まあ、この高級機材が、入ってるということなんでしょうかね。まあ、メンテナンスもちょっといろいろと大変そうですけどね。ゴムベルトがとか、まあ、まさか中華製のゴムベルトは使ってないでしょうけど。はい。そういういい機材を使ってるということですね。下の人。ちょっと読み方がよ、パパ、ドッグパパ。中華製の DVD メディアとか、
産地をアジア諸国表示で販売してしまうハイディスクですからね。磁気圏産のハイディスク、廃人の廃になってますけども、参拝のパイですね。はい、梅ディスクとか捕まされた日にはと、プリンコも忘れないでください。企画ものということで様子を見た方がいいでしょうねと。まあ確かにちょっと磁気研究所が出してくるとなると、ちょっとこれは期待外れのちょっと変なものが出てくるんじゃないかと思われるんですけどもね。ただまあ、その変なものを出してくるのにわざわざこの YouTube に動画を出したりとかですね、ああいうニュースリリースとかやんないと思うんですよね。そこまでやって、なんか期待外れのボンレベルを出してくると、やらないでしょ。それはさすがに。黙ってやるならまあいいんですけども、これだけのラボラトリーですよとか言った挙句、まあめちゃくちゃなものを出してくることはちょっと考えにくいんで、まあそれはちょっと期待して待ちましょう。アメリカに磁気テープ需要があるのは緊急電話、無線通話の記録用途がまだ残っているからなのでしょうか。音楽用はどこもデジタル録音化されているから、結局生産分のノーマルテープしかないということのようですねと。ハイポジがね、なかなかないですからね。はい。まあ、デッキが良ければ意外とノーマルポジションでもいけるような気が最近してるんですけども。次の方。はい。ナマステ5さん。自分は最近ティアックの極上品のカセットデッキを中古で購入しましたと。ティアックは今も出してるんですよね、確かカセットデッキを。 CD がついてるやつとかダブルカセットのがありますけど、まあ今のやつはちょっともう中国製で、あとなんかドルビーのノイズリダクションがないとか、なんかそういうやつみたいですけど、部品がないんでしょうね。ドルビー互換のあれを入れてるのかもしれませんけど、まあこの方はもっといいやつを買われたんでしょうね。だからいいやつを買おうとすれば中古を買うしかないんですよね。新品がもう今ないので、新品のやつはもうちょっと質の低いやつしかないと。生テープがないのでネット等で探して長岡製のテープをようやく見つけて使っていますと。あの白いあのケースのやつですよね、確か。あれも日本で作ってるんでしょうけど、ヨドバシカメラとかで売ってますね、白いやつ。パソコン音源、USB ダック、アンプ、カセットデッキへつなげて録音して再生して聞いてると。長岡製カセットテープいいですね。磁気研究所テープ期待していますということですね。まあ、私もパソコン、USB ダックのラインアウトから、まあ、カセットデッキに入れて撮ってるという感じですね。はい。まあ別にパソコンで聞けばいいので、まあ、カセットがないから困るとかいうことはないんですけど、このデジタル化の逆をあえて言ってるわけですね。はい。カントクーサさん。社用とはいえ一応繰り返し使用できるテープ部分が、テープ部分がですね、200から300円で入手できる現状、環境は羨ましい限りと。同じ状況に置かれている写真フィルムですね。まあ今もうデジカメでもないですからね、スマホで全部やっちゃいますから。写真フィルムは一般的なネガで24枚が600円から700円。
そして36枚が7、800円しますからねということですね。まあ、仮に700円としてここで24枚取れると1枚あたり30円ですね。800で36枚だと22円か。まあ取っただけじゃダメですからね。現像を出さないとダメなんで、当然フィルムは使い切りですし、まあ、カセットテープはね、また消して上から取れますけど、フィルムは無理ですからね。使い切りだし、まあ現像、必要ならプリントもが必要で、そちらもまあ1000円2000円から1000円2000円はくだらないと。趣味にしてもびっくりするほど金食い虫の趣味になってしまいました。ゼロ円プリントとは何だったのかと。ありましたね、ゼロ円プリントって。なんかいろんなこう、100円ショップというかでもなんか受付窓口があった気がしますけど、なんか封筒みたいなとこに入れて、ポストみたいなとこ放り込んで、そんなんだったかな。まあ、それだけちょっと高い趣味になると、あれですよね。そのシャッターを切ることをためらいますよね。まあ、結果としてシャッターチャンスを逃すと。連写なんかもとてもじゃないけどできませんね。デジタルになってこそ、まあ、電池があれば、まあ、連写できますから。で、まあ、あとデータは消して、まだね、SD カードなり書き込めるんで、まあ、費用がもうほぼゼロになったという感じでしょうけど、まあ、そういう見方をすると、まあ、カセットテープはまだお金がかからないという感じでしょうね。まあ、繰り返しこう、まあ、録音できるというところと、まあ、あとテープもそのね、ノーマルレベルであれば、まあ、UR とかまだ作ってるところがあるんで、まあ、多少費用は抑えられるという感じでしょうね。はい、次の方。NC さん、最低でも最後の TDK AD 並みのハーフが欲しい。このテープが入っている入れ物のことですかね。妥協してセラミック製で構わないと書かれてますけど、まあ、なんかこの粗悪なテープはこの巻き戻しとか早送りとかしてるときになんかこうカサ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 カタ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 音がするやつがあるんですよね。まあ昔の100円ショップのテープとかそうですけど、キャンドゥとかで売ってるようなやつ、あれはちょっとやめてほしいですね。なんか抵抗が多分大きいんでしょうけど。スターニャさん、もし優れたものであればマクセルがやばいと感じ、そこで UD 等が復活すると盛り上がりそうですけどねと。ああ。まあ、マクセルだけがやってる状態で、まあ、競合がないと。まあ、ソニーも消えたし、アクシアも消えたし、TDK も消えたと。いう状態、状況に、この磁気圏がテープで、まあ、再参入してくると。そうするとマクセルが、あ、これやばいということで、まあ、対抗として UD を出さないでしょう。そこまで出さないでしょう。まあ、皆さんが、まあ、どうするかですね。まあ、皆さんがもうマクセルの UR を一切買わずに、この磁気圏の、まあ、フランスだかアメリカのテープを買ってもやらないでしょう。はい。まあ、よくわかりませんが。まあやっぱり競合がないとこうお互い競らないですからね。まあそういう意味ではいいんでしょうけど、まあただちょっと、まあね、話の中にもあったように、この技術継承するためにまあ最低限やるという、まあ要は細々とやりますということを宣言されているので、まあなんか数で圧倒とか値段で圧倒とか、もうマクセルを潰してやるみたいな、そういうことではないでしょうから、まあ、敵にはならないのかな。まあ、あと値段ですよね。その磁気圏さんのテープが値段ですよ。この UR、UL に比べて、まあ、同グレードがどのぐらいの値段になるのかというところが非常に重要ですし、まあ、値段が高ければ、
まあ、マニアは買うんでしょうけど、その高齢者は買わないでしょう。まあ、こっち安いからもうこれでいいやとか、多分なると思うんでね。その下、ちょっと読み方は分かりませんけど、ST さん。あと、ウィキペディアには載ってないけど、新潟の方の会社で、バーテックススタイルというメーカーが国内生産で出しているんですけどと。確か、ツタヤの店で扱ってるメーカーですということで、まあ、まだ国内であるんですね。マクセルと、さっきの長岡かな。で、このバーテックススタイル、新潟。そこにこう、磁気研究所が入ってくるという形になるのかな。ツタヤで扱ってるということなんで。まあ、ツタヤで、まあ、よくこの、まあ、DVD-R とか、なんかそういうのは売ってるのを見たことはある気がするんですけど、カセットテープもあるのかな？ツタヤがちょっとお近くにある方は、ちょっとその、なんか販売コーナーを見てみてください。もしかしたらこのテープがあるかもしれません。私はちょっと見たことありませんけど、まあ、ツタヤがすぐそばにあるんですけどね。はい。機会があればちょっと見てみましょうかね。はい、次の方、星二郎さん。テープは中国、フランス、アメリカ製のものを採用するようですと。まあ、さっきの内容ですね、おそらく。UD1 とか PS1 ぐらいの、性能のテープが復活すると嬉しいんですが、厳しそうですね。ということで、UD はマクセルかな？ PS はアクシアかな？そうですね。まあ、ノーマルポジションのちょっと、こう、ハイグレード版があればね、まあ確かにいいんですけど、ちょっとハイポジとなるとなんか値段が高そうな感じがするんで、まあノーマルのちょっと上、ノーマルでかつ上の、ところですよね。UR よりかは完全に上だみたいなところがちょっと欲しいですけど、なんか UR もなんかちょっと個体差かなんかわかんないんですけど、ちょっとなんか音がこう左右にふらつくようなのがたまにあるんですけどね、新品でも。まあそういうのをちょっとなくしてほしいかなと思いますけど、下の正文さんですね。ラジカセでテープいるのでダイソーで購入したはいいが、テープが緩い感じだったのでベスト電気で購入したらまともに再生できましたということで、あれですかね、ダイソーのテープということは動画でも出しましたけど、あのピンク色のパッケージのやつですかね、中国製のなんかネジが最初から潰れてるような、あと、その磁性体の茶色い粉が出てるようなやつですかね。あのテープは、なんていうんですかね、高いレベルに弱いですね。この、まあ、ソニーのカセットデッキとかに、レックレベルってついてますけど、大きいつまみが。あれをちょっとこう、大きめにしてやると、UR とかは結構強いんですけど、100円のテープはちょっとこう、上げちゃうと、もう、歪んでしまいますから、まあ、中国製なんで、ちょっと、まあ、会話録音にはちょっといいかもしれないですけどね。まあ、音楽撮る場合でもちょっと抑えめにしないともうすぐやられちゃいますね。ベスト電気で買ったらまともに再生できましたということで、まあ、どこのテープを買われたんでしょうか。はい。これが最後の2名ですね。ペコポンさん。日本国内だと長岡が販売してますね。白いやつですね。ヨドバシカメラで多分あると思います。全部の店舗かどうかわかりませんけど。200いくらかな ?300 円。まあ長さにもよるんでしょうけど、270円あたりだったような気がしますね。まあ、消費税入れると300円前後。アメリカの ATR マグネX がノーマル&クロームテープを製造しているようです。
ハイポジかな、ハイポジを作ってると。果たして磁気研究所が M 社並みどこかな、 M 社どこかな、マクセルでしょ、もしくは超えることができるのか、少しは期待していますが、今までの DVDR や BDR の品質を考えるとということで、まあね、安かろう悪かろうで来てましたから、まあそこがちょっと本気入れてカセットテープと言われてもちょっと怪しいんじゃないのと思うんですけど、ただまあ現地のそのテープをそのまま持ってきてると、まあよほどのことがない限り失敗しようがないかなとは思うんですけどね。まあただ向こうのその元のテープのグレードがちょっとよくわかりませんから、まあそこはちょっと気になるところですけどね。なぎささん、ボン、香港製のボンですよね。ボンの再来と言われたウンチーコングな品質。まあ、どういう意味でしょう。まあ、なんかダメな品質ってことかな。脱却できるのでしょうか。来月が楽しみですということですけども、5月以降ですね。下、今後4月に今品質検証を行っている最中ですから、5月でもないです。5月以降にですから、まあ、6月になるのか7月になるのか、まあ、2年後になるのか10年後になるかは分かりません。はい。技術維持生産ですからね。技術を維持するための生産なので、まあ、広く行き渡らせるつもりはないのかもしれませんけど、まあ、そうなると値段が高そうかなというね気がするんですけど、まあ、あとどこで販売されるかのですね、まあ、この磁気研究所の、まあ、ショッピングサイトがあるのかどうかちょっと分かりませんけども、まあ、そこだけで販売と言われても、またそこでこう住所を登録してカード情報なんとかと言われるとちょっともうめんどくさいなとなっちゃうんで、まあそうですね、まあ Amazon、 日本の Amazon でまあ買えるようにしていただけると、まあ、ありがたいかなとはまあ思うんですけどね。まあアカウントがありますから、まあ、送料2000円以上で、2000円以上のお買い上げで送料無料とか、まあそういう感じでしていただければなと思うんですけども。まあということで、5月以降ですね、まあどういうテープが上がってくるのか、まあこれに関してはまあ、やっぱりこう使ってみないと分かんないですからね、まあそれぞれのその音の好みだとか、まあ、皆さんがお使いのこのカセットデッキの、との相性とかですね、まあ、そういうものもあるので、まあ、しっかりですね、まあ、アジマス調整、ゴムベルト交換、それからピンチローラーですね、まあ、誰かのようにこの安いというか、まあ、もう中古のピンチローラーを使ってテープが巻き込まれるとかいう情けないことにならないようにですね、きっちりとこうメンテナンスした上で、まあ、5月以降ということなので、まあ、それをちょっと期待して待ちましょう。